こんにちは、インノスケハグの川島です。本日もインノスケハグのトレーニングの様子を実況解説していきたいと思います。はい、本日はミックス犬のあずきちゃんのトレーニングをしていきます。この子は、まだ来たばっかりだったので、ちょっと尻尾がね気持ち入り気味で緊張気味なんですが、本日は徐々に環境にも慣れてきたというところで、お散歩トレーニングへ行きたいと思います。で、お散歩がすごく怖くて、こんな感じなんですよね。もう人にも反応するし、もう何かからも常に逃げてるような様子で、すごいんですよ。もう危険で蛇行運転みたいになっちゃうんでね、道の真ん中歩いちゃうんですごく危険です。でこういったはやっぱり外の環境に慣れていないような子に関しては、お散歩がやっぱり行きたくないなってこうボイコットされてしまったりだとかする傾向にあるんですけど、積極的に連れて行かないと好きにもなれないので、うちなんかはお散歩なんかは気分転換として最高のものだと思っているので、極力嫌がってもこうキャパオーバーにならない程度からね、徐々にこう環境に慣らしながらお散歩を好きになれるように、こうお散歩のトレーニングっていうのはさせていただいてます。はい、でも最初はもうあまり遠くまで行かずに同じ道を行ったり来たりで、まず歩くことに対して慣らしていかないといけないので、ちょっと環境慣れも兼ねてね、ほどほどにお散歩トレーニングをしていきます。はい、もうねすぐ地面にピタッとなってしまうんでね。で長距離を行くよりは短距離を何回か回数分けてやっていただいた方が慣れていくので、あまり長時間行かない方がいいですね。はい、でお散歩が終わった後は足拭きですね。恒例の仰向け抱っこでございます。はい、で落ち着いて足の裏怪我してないかも確認しながらですね、拭いていきます。地面に、ついてしまった部分は特に拭いてあげたいので、この子はねなぜか前胸とかも、地面にこう寝そべるようなイメージだったので拭いてます。はい、尻尾が上がりましたね。はい、それでは今回の動画は以上になります。高評価、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。